ロックスシュテットは、ドイツ連邦共和国にーダーザクセン州、クックスハーフェン郡に属す、町村である。この町は、ブレーマーハーフェンの南に位置する。行政機関は、ロックスシュテット地区に存在する。ロックスシュテットの地形図ロックスシュテットは、北ドイツ定地に位置し、ゲスト、湿地、商宅地が多くを占める。町域内にビュルター税及び、ラントモーレ自然保護区。 ケニヒスモール自然保護区、ノイエンランダーアウセンダイヒ自然保護区、シュトーテラーモール自然保護区、プラッケンモール自然保護区がある。市の西側は1 5トルにわたってベーザー川が町境をなしている。中核地区の南をベーザー川のシリュールネ川が町域を通って流れている。南の町境に沿ってドレプテ川が流れている。ロックスシュテットは北はブレーマーハーフェン。 北東はシフドルフ、南東はベーバーシテッド、南はハーゲン、イムブレーミシェンと境を接している。西はベーザー川を挟んでノルデンハム及びシュタットラントと向かい合う。この町は21地区から構成されている。その一部はさらに小さな居住区を含んでいる。以下の表に各地区とその人口を示す。ロックスシテッド集落は1059年に ラックスティリという名称で初めて文献に記録されている。ラックスティリはラッシュに面した入植地を意味する。これはロックスシテッドとデューリングとの間にある湿地の地域を指す。出土品は石器時代中期から人がこの土地を利用していたことを証明している。ビルヘルムスハーフェンのニーダーアッツアク戦歴史工芸研究所は豊富な考古学的出土品に基づき現在の ロクスシュテットの原型となった集落の研究を行っている。これにより、集落跡が紀元前1世紀から紀元後9世紀のものであることが判明した。ロクスシュテットでの定住はおそらく2000年以上継続している。採集された出土品はベーダー経済上の考古学博物館で展示されている。古い境界区はロクスシュテット、デューリング、ネッセ、 さらに後には、ホーザー・ミューレンをも、管轄とした。この村は1500年頃にベルデ・ベーバーシュテットに、1768年には、ベーバーシュテット貴族家に属した。ロックスシュテットは、フランス軍による征服後、ナポレオン・ボナパルトに、勝利するまでの間、ブレー・マーレー・エオゴーリのコミューネであるベックス・ヘフェーでの一部となった。 ハノーファーの行政組織導入後1851年から1859年までアムト・ベーバーシュテットに1859年から1885年まではアムトレーエに属した。その後ロクスシュテットはゲイストミュンデ軍、ベーザーミュンデ軍、あるいはクックスハーフェン軍の一部となった。この集落は1840年にラントゲマインデと なり、1971年から1974年まで、同盟のザムトゲマインデに属した。ロクスシュテットは、1974年6月13日の、オスターホルツ・ベーザーミンデ地域の市町村新設に関する、法律によって、現在の形となった。これによりそれまで、ザムトゲマインデロクスシュテットに属していた、自治体ベクソヘフェイで、ドネルン・デューリング、 ロクスシュテット、ネッセ、シュティンシュテット及びビュッテル、フレーステ、ホルテ、ラントビュールデン、ランハウゼン、ノイエンランで、首都テンが合併して、アインハイツゲマインデとして成立した。独立した自治体による拡大、ザムトゲマインでは大都市ブレーマーハーフェン周辺で容認されなかった。この方法での地域再編は特に、首都テル地域で抵抗にあった。 大案として二つの場所、すなわち当時の連邦道 B6 号線の西側と東側の土地であった。しかしこの要求も内務省によって却下された。歴史的には、ロクスシュテット周辺の集落がベーバーシュテットへの帰属意識を持っていたのに対して、シュトーテル周辺の集落はシュトーテル及びハーゲンとつながりを築いていた。特殊だったのはラントビュルデンで、 この村の集落は中世以降、オルデンブルクに属しており、一時的な例外はあったものの別の国に属していた。これに属す集落は、早い時期に統合され、現在もラントビュール建地区としてまとめられている。ロックスシュケットの人口は16,115人で、このうち7,982人が男性、8,133人が女性である。 この町の住民の平均年齢はおよそ45歳である。ロックスシュテットの外国人比率は6.78%である。2017年12月31日現在英語に合併する町村を含めた人口調査結果ロックスシュテットの町議会は32人の議員で構成されている。これは人口1万五千1人から2万人の自治体の議員定数である。 議員は5年ごとの住民による選挙で選出される。この他に、選人の町長も、町議会での投票権を有している。ロックスシュテットの選人の町長は、デトレフ・ベルブロックである。2014年5月25日の選挙で現職の、彼には、対立候補がなく90.9%の支持票を獲得して再選された。この選挙の投票率は47.8。 パーセントであった。彼は2014年11月1日に新たな人気についた。1985年5月21日の町議会で町の新しい紋章と旗が採択された。1974年3月1日のアインハイツゲマインでロクスシュテットの成立後も2月28日以前に存在していた3本の低鉄用ヘイトークギとサン輪ンの バラを描いた古い紋章を用いていた。紋章と旗は町役場の増築が完了した1985年9月20日に発行した新しい基本条例によって有効となった。ズンガラ、この町の紋章は緑地で周囲は21個の銀色の病で縁取られている。銀の波体の上に右に向かって歩く銀色の馬。解説。 銀の病は、ロクスシテットの21地区の連携を表している。銀の波体は町内を流れるベーザー川とルネ川を象徴している。銀の馬は、この町で営まれている馬の飼育を表現している。上級中心都市ブレーマーハーフェンに隣接することから、町内での文化的なイベントは、比較的少ない。しかし、デーデスドルファーマルクトや、地元クラブの演劇上演。 コンサート、美術展覧会などのハイライトがある。デーデスドルフの風車見どころとしては、教会、すなわちベクスヘフェーデの先霊者聖ヨハネス教会、ビュッテルの聖マリエン教会、シュトーテルの聖マルガレーテン教会、天井千七1768年にグリュックシュタットのヨハンマティアス・シュライバーが制作したオルガンを持つ、レクスシュテットの聖マリエン教会がある。これらの教会は、 福音主義ハノーファー地方教会のベーザーミュンで南教会クライスに属す。カトリックの聖ヨハネス教会にはイタリアのバロック画家アンドレア・サキの聖家族と洗礼者聖ヨハネやヨハネの啓示をモチーフにした最大後輩の近代的モザイクがある。デーデスドルフの聖ラウレンティウス教会にはアルプ・シュニットガーのオルガンがある。この教会は福音主義。 オルデンブルク地方協会のベーザー・マルシュ、協会クライスに属す。この他の見応えのある建造物としては、数多くの足拭きの家や、デーデスドルフの風車がある。風車では、結婚式を挙げることもできる。文化的に興味深いのは、詩人ヘルマン・アルマースの主導で制作された首都テルの、フーゴ・ウンゲビッターのフレスコである。ロックスシュテットは、地域開発上。 クックスハーフェン郡における商工業定着の中心となる町である。商工業地は産業パークアムベーデンベルクやロックスパルクにある。かつてはこれに加えてるネ広場に広大な産業地域があった。この土地は大部分が調整地建設のためにブレーメン州に売却された。ロックスシュテットは経済的には農業、馬の飼育、化学工業、食肉加工業が 主産業である。しかし1970年代末にはすでに20人の費用者が農業に従事するだけになっていた。これに代わってロクスシュテットはブレーマーハーフェンの住宅地域へと発展し、多くの通勤者が住んだ。将来は特に観光業が拡大すると予想され、ハイキングやサイクリングルートの確立によって、その最初のステップが踏み出されている。 ベーザー側を渡る B437 号線のベーザートンネルのロックスシュテットガーデ入り口町は鉄道と道路で結ばれている。町内を連邦アウトバーン A27 号線が通っており、トーテル、ネッセ、ブレーマーハーフェン南、ブレーマーハーフェンブルスドルフ、ロックスシュテットの3つのインターチェンジがある。トーテル出口から連邦道 B437 号線が ベーザートンネルを通り、オルデンブルク及び、ビルヘルムスハーフェン方面のベーザーマルシュ郡、シュタットラントへ通じている。連邦道 B71 号線は、町の一部とブレーマーハーフェン及び、ブレーマーフェルデとを結んでいる。この他の交通網としては、修道 L135 号線がある。計画中の海浜アウトバーン A20 号線は、ロクスシュテットとベックスヘフェーデとの間及び、 シュティンシュテットとデューリングとの間を通る予定である。選択された優先的変更案は、地域開発計画内で確認され、町内のそれまでの3つの計画に変わるものであった。町議会の過半数が、首都テラーズの南を通るルートを支持しているが、この場合、A22 号線と A27 号線が交差することになる、ホルテ集落には大きな効果が必要となる。この変更案は、 リューネブルクの政府代表によって自然保護の理由からも排除された。ロックスシュテットは1847年以降、鉄道ブレーメンブレーマーハーフェン線の駅を有している。バスによる公共旅客交通は主に上級中心都市ブレーマーハーフェンとを結んでおり、町内の往来は通学輸送やデマンド型交通が補っている。この町は、 ブレーメンリーダーザアクセン交通連盟に加盟している。ロックスシュテットに関するニュースはノルトイコールザイトゥングに掲載される。ロックスシュテットでは定期的に北西部青年メディアキャンプが開催される。基礎家庭学校はベクスヘフェでロックスシュテットュトホテルにある。ロックスシュテットにはさらに本家庭、実家学校とギムナジウムがある。 ニーダードイチェンハイマトブラッドこれらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。